フランソワ・バロナン,ングレールは、ベルギー出身の理論物理学者。ブルッセル自由大学名誉教授。2013年、ノーベル物理学賞受賞。ブルッセル・エテルベイク生まれ、ユダヤ系の家系に育ったホロコースト生還者である。1955年、ブルッセル自由大学で、電気工学を専攻し卒業。1959年に PhD を取得。1959年に、 コーネル大学、ロバート・ブロート研究室で研究員、助教授として学ぶ。1961年に、ブリュッセル自由大学講師、1964年から1998年まで、同大学教授。1984年に、テルアビブ大学物理天文学術院、釈迦講座教授、1998年からブリュッセル、自由大学名誉教授に就任。 2011年から米国チャップマン、大学量子力学研究所特別昌兵教授。1964年、素粒子が質量を持つ仕組みを説明した理論を発表。同年、ピーター・ヒックスが、ヒックス粒子の存在を予言する論文を発表した。2012年7月、欧州合同原子核研究機構の研究チームが、ヒックス粒子の存在を確定する論文を発表。 ヒックス粒子の存在が認められたことで、宇宙の仕組みの解明や、生命の誕生に関する研究が進むと期待される。2013年10月8日、スウェーデン王立科学アカデミーはアングレールとヒックスの、両氏に2013年、ノーベル物理学賞を授与すると発表した。ありがとうございます。